発見サックは、アメリカ合衆国ニュージャージー州の北東部、バーゲン郡の中央にある都市であり、同郡の郡庁所在地である。当初ニューバルバドスタウンシップと公式に名付けられていたが、非公式に発見サックと呼ばれており、1921年に市政に移行した時からその名前を公式に採用した。2010年国勢調査での人口は43,010万 3, 10人だった。 2000年国勢調査時点からは333人0.8%の増加、1990年からは5961人16.1%の増加だった。ニューヨーク市の近接郊外部として、マンハッタンのミッドタウンから約12マイル、ジョージ・ワシントン橋から約7マイルの距離にあり、市内の多くの場所からニューヨークのスカイラインを見ることができる。 フェアリー・ディキンソン大学の都市圏キャンパスが発見サック、川沿いにあり、発見サック市とティーネックタウンシップにまたがっている。また、ニュージャージー海軍博物館が市内にあり、第二次世界大戦時の潜水艦、アセスリングが展示されている。宇宙飛行士のウォルター・シラーは、発見サック出身者の中でも名高い存在である。発見サック市は、多くの多様な地区と土地が互いに密接して、 存在していることで知られている。その領域内に、著名な発見作区大学医療センター、約1マイル続くトレンディな高層ビルの地区、一戸建て家屋の並ぶ、古典的な郊外地区、1エーカー、4000平方メートルを超える敷地に立つ風格ある、古い家屋、古い二戸建て住宅の地区、大きな庭園のある、アパート複合住宅、工業地帯、バーゲン群監獄、 長跡のある川、発見サック川軍立公園、防具の森自然保護地、様々な私立公園、大型のオフィスビル、大きな大学キャンパス、バーゲン軍庁舎、活発な小都市中心街地区、様々な小さな事業地区がある。1896年の発見サック発見サックとなった地域の初期住人は、アルゴンキンゴ族インディアンのレニ・レナペ族であり、後には、 デラウェア族とも呼ばれた。石の多い土地を意味する、アチニグハッチあるいは、アッキングササックと呼んだ川沿いの土地に住んだ。アッキンヘンキー族の州長オラタムの絵が、発見サックの師匠に使われている。ニューネーデルラントのオランダ西インド会社によるニューアムステルダムとは、ノース川対岸である西岸への入植は1630年代のパボニアに始まり、1660年には、 バーゲンの町を設立することになった。レニ・レナペ族の州長、オラタムは、1665年に、オランダに発見サック川中流域の土地を譲渡した。その地域は、間もない1667年に、イギリスに奪われたが、オランダ語の名前が残った。東ジャージー領主植民地となったところの総督、フィリップ・カータレットが、ジョン・ベリー船長にアクター・コ地域の土地を払い下げた。 まもなく、ベリーはそこに今日構え、その前にバルバドスの島に住んでいたので、そこをニューバルバドスと呼んだ。1669年、オラタム州長が死者と通訳の役目を果たしてくれたサラキアステッドに感謝の印として与えていた土地2260エーカー9.1平方キロメートルの権利譲等を確認した。その他にもイングリッシュニーバーフットで、 払い下げが行われた。1675年、東ジャーチー議会が管理のための区分として、バーゲン軍、エセックス軍、ミドルセックス軍、モンマス軍を設立した。1683年、バーゲン軍が、他の3軍と共に公式に独立した軍として、植民地議会から認知された。バーゲン軍省にはこの年号が記され、開拓者とインディアンの間に合意ができた絵が、 描かれている。1693年10月31日、王室直挙によって、ニューバルバドスタウンシップとアクアカノンクタウンシップが設立された。1700年、発見作ッの村は、メインストリートの周辺、群長舎からアンダーソン通りあたりまでの地域に過ぎなかった。ニューバルバドスタウンシップには、現在のメイウッド、ロシェルパーク、パラマス、 リバーエッジが含まれ、発見サック側の西岸にあるオラデルの一部も含まれていた。これらの地域はすべて人が少なく、農地、森、湿地ばかりだった。当時あった数少ない道路で、現在もあるものは、キンダーマック道路、パラマス道路、パセイイク通り、エセックス通りがあった。現在の発見サック市西南部は、当時のニューバルバドスタウンシップに入っていなかった。 発見サックの村と呼ばれることになる地区は、今日バーゲン郡の政府ビルがある地域であり、1710年まではエセックス郡に入っていた。この年に、グレートブリテン王国、アンジョ王の国王令によって、バーゲン郡が拡大され、ニューバルバドスタウンシップは、エセックス郡からバーゲン郡に移された。1710年、新しく結成されたニューバルバドスタウンシップの中で、発見サックの村は、 バーゲン軍の中でも中央に位置し、軍民の大半が容易に往来できることから、バーゲン軍の軍長所在地に選ばれ、それが今日まで続いている。バーゲン軍軍政委員会の最初期の記録は1715年のものがあり、軍長者と監獄の複合施設を建設する合意がなされ、1716年に完成していた。 アメリカ独立戦争の間の1776年11月、ジョージ・ワシントンがニューブリッジ上陸点を通ってリートリデから引き上げている時に発見サックの村を作戦本部とし、11月20日には第一オランダ改革派協会の筋向かいにあるザグリーンで宿営した。1780年3月23日、イギリス軍が発見サックを襲撃し、 火事で最初の軍庁舎が焼けた。1868年4月1日、衆議会で承認された法によって、発見サック改善委員会がニューバルバドスタウンシップの中で作られ、発見サックの下水道など改善を行う権限を与えられた。1894年、ニュージャージー衆議会がタウンシップ教育法を成立させ、州内の各村、ボロ、 町あるいは市が軍の教育監督官を通じて独自の公共教育を運営する責任を与えられた。発見サックは1894年に新法で要求される教育委員会を設立し、タウンシップ内の学校運営を引き継ぎ、発見サック高校を設立した。1894年、住民の請願によって自治体の教会を変更できる法が成立し、 州全体にわたり恐ろしい政治闘争を始めさせた。タウンシップの領域の一部が分離され、1775年6月22日に、ハリントンタウンシップ、1826年3月1日に、ローダイタウンシップ、1871年3月7日に、ミッドランドタウンシップ、1894年9月20日に、リトルフェリーの拡張が作られた。 これらの領域の分離が行われた後に、ニューバルバドスタウンシップに残された領域は、発見サックの村とその周辺にある、フェアマウント、レッドヒル、チェリーヒルの地区だけだった。1896年、ニューバルバドスは、老大タウンシップの一部を取得し、エセックス通りの南、その曲がり角から、メイウッドとの町境までの領域が入った。同年、発見サック改善委員会が廃止され、 発見サック市とニューバルバドスタウンシップが一体になった。1894年9月、ニューバルバドスタウンシップの北東隅が分離されて、現在のリトルフェリーとなり、これが領域を分割した最後となった。衆議会の法によって、ニューバルバドスタウンシップのフェアマウントを発見サック改善委員会と共に法人化し、ニューバルバドスタウンシップは生態として存在しなくなった。 1921年11月21日、これより、先の11月8日に行われた、住民投票の結果に基づき、ニューバルバドスタウンシップは、主として法人化する認証を取得し、公式に、発見サックという使命を採用した。この名前は、元々の住人、デニ・レナペ族が、アッキングササックと呼んでいたことから得られた。1933年、 発見サックは1923年市マネジャー法の条項に従いマネジャー方式の政府を採用し、市政委員会は市全体を選挙区に選ばれる5人の委員で構成され、その中から市長を5選で選ぶこととした。飛行機から撮影した発見サックアメリカ合衆国国政調査局によれば、地域全面積は4.346平方マイルであり、このうち、 陸地4.180平方マイル、水域は0.166平方マイルで、水域率は3.82%である。発見サック市は、パラマス、ボロ、リバーエッジボロ、ティーネックタウンシップ、ボゴタボロ、リッチフィールド村、リトルフェリーボロ、サウス発見サックタウンシップ、ハズブルックハイツタウンシップ、ローダイボロ、メイウッドボロに囲まれている。歴史的に価値ある家屋が多く、 そのいくつかは1990年マスタープランに載せられている。登録された歴史地区はなく、どの場所でも歴史的な側面を保護する制限はない。市内の約3分の1、大半は、市の西部は一戸建て住宅地区の郊外部と考えられる。市内に、その一部あるいは全部が入っている未編入領域は、フェアマウントとノース発見サックである。バーゲン群は、 当初世界中から多くの移民の目的地になっていたので市民の出身民族の構成は異常なほど多様になった。2013年時点で人口の約38.9%は外国生まれだった。さらに2.5%はアメリカ領であるプエルトリコ生まれであるかアメリカ人の両親でプエルトリコで生まれたものだった。5歳以上の人口の51.7%は 家庭で英語のみを話し、32.5%は、スペイン語を話している。南アジアと東アジア出身の市民も2000年以降、急増しており、2010年国勢調査では、インド系が2000人近く、フィリピン系は1000人以上、韓国系が600人以上となった。ヒスパニック系も急増しており、2010年時点で1万5000人以上となっていた。 黒人は比率として落ちているが、2000年から2010年の間に絶対数の動きはほとんどない。この同じ期間に白人人口は約10%減り、2010年以降は落ち着いて増加を始め、2010年時点の2万人強を維持している。ヒヒスパニック系でも多様化が進み、東欧、ユーラシア、中央アジア、アラビアからの移民が増え、 昔多かった、イタリア系、アイルランド系、ドイツ系住民の減少を補っている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。2010年時点での同性カップル数は145であり、2000年の112から増加していた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。発見作詞は、 ニュージャージー州1923年島ネジャー法に従った市政府形態をとっている。市政委員会は5人の委員で構成され任期は5年間、4年ごとの5月に行われる無党派選挙で同時に選出される。この政府形態は政策立案と政策実行を分離している。これによって管理はそのプロが行い、自然体を見通すことができる。無党派で 自然体から選出されること、市長と市政委員会に報告義務のあるプロのマネジャーの手に執行責任を集中させること、政策立案力を一つの主体すなわち市長と市政委員会5人に集中させることを通じて、この政府が維持される。市が市マネジャーの政府形態を採用してから数十年が経過して、歴代市マネジャーの数は9人に過ぎない。 発見サック氏は、アメリカ合衆国会議員の選挙で、ニュージャージー州第5選挙区に属している。2010年国政調査以前は、第9選挙区に入っていたが、2012年11月の一般選挙の結果に基づき、ニュージャージー州地区見直し委員会が行った修正が2013年1月に有効となった。衆議会会員では、第37選挙区に入っている。 2011年3月23日時点で登録有権者総数は19123人であり、そのうち8630人45.1%が民主党に1993人10.4%が共和党に8492人44.4%が無党派に登録されている。その他の政党は8人である。 2010年国勢調査の人口に対しては44.5%、18歳以上に、限れば54.7%が有権者、登録している。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは11,335票、78.6%、共和党のミッド・ロムニーが2,835票、19.6%、 その他の候補者が113票0.8%という結果だった。登録有権者2 971人のうち1 4428人68.8%が投票した。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマは1 1711票75.7% 共和党のジョン・マケインが3498票、228.6%、その他の候補者が102票、0.7%という結果だった。登録有権者2616人のうち15461人、75.0%が投票した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが9815票、 71.0%、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが3870票 28.、28.0%、その他の候補者が88票、0.6%だった。登録有権者19,013人のうち13,818人、72.7%が投票した。二千十三年ニュージャージー州知事選挙では、 民主党のバーバラ・ブオノが4268票、59.7%、共和党のクリス・クリスティが2790票、39.0%、その他の候補者が89票、1.2%だった。登録有権者19506人のうち7327人、37.6%が投票した。180票が無効票だった。 2009年ニュージャージー州知事選挙では民主党のジョン・コーザインが6247票、70.9%、共和党のクリス・クリスティが2194票、24.9%、独立系のクリス・ダゲットが288票、3.3%、その他の候補者が31票、0.4%だった。 登録有権者19819人のうち8812人44.5%が投票した。発見サック教育学区が幼稚園から12年生の教育を管轄している。2011年から2012年の教育年度では6の学校に5166人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で391.0人。 生徒、教師比率は13.21対1だった。学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。発見サック高校は近隣の町の教育学区との互恵関係協定により高校生を受け入れている。2012年度では、メイウッドから約250人、ロシェルパークから120人、サウス発見サックから250人である。 さらにティーターボロの住民もハッケンサック高校あるいはハズブルックハイツ教育学区のハズブルックハイツ高校のどちらかを選択できる。バーゲン郡のすべての自治体の生徒はバーゲン郡工業教育学区の提供する中等教育プログラムを選択できる。この学区にはハッケンサックにあるバーゲン郡アカデミーやバーゲン郡工業高校ティーターボロキャンパス パラマスキャンパスが含まれている。この学区では、選択式申請方法と、出身学区が負担する、授業料に応じ、自分割りあるいは、全日のプログラムを提供している。第一バプテスト教会が、発見サッククリスチャン学校を運営している。1973年に設立され、ユニオン通りとコンクリンプレイスに位置している。幼稚園から12年生を教えている。ユクス。 ジョージ・ワシントン学校は非営利私立学校であり、挙動や感情に、障害のある5歳から14歳の子供を幼稚園から8年生に、区分して教えている。発見サックにあるユックス・ホリー、チャイルドケア開発センターに住む子供と、住んでいる学区の特殊教育に適合できない、周辺庁の子供たちが学んでいる。パドロピオ・アカデミーは、ローマ・カトリック教会ニューアーク体教区の管轄下に、 運営されていたが、生徒数が減り、赤字額が35万ドルに近づいたために、2012年から2013年の教育年度で閉鎖された。この学校は、セントフランシス・オブ・アシシ学校とホリー・トリニティ学校の合併により、2009年に設立されていた。フェアリー・ディキンソン大学都市圏キャンパスが発見作、側の傍ら、発見作と、 ティーネックタウンシップの双方にまたがっている。バーゲンコミュニティカレッジが市内にある。フィリップ・シアルコ・ジュニア学習センターがパセイク通りの角メインストリート355にある。イーストウィックカレッジはムーア通り250にある。2010年5月時点でノースバーゲンタウンシップ内には総延長79.69マイルの道路がある。そのうち62.10マイルが 市の保守に15.10マイルがバーゲン群2.49マイルがニュージャージー州交通省の管轄である。週刊高速道路80号線、ニュージャージー州道17号線、道4号線、群道503号線が市内を通っており、他にも幹線道路が多い。発見サック側に架か,かるコート通り橋などいくつかの橋もある。 ニュージャージートランジットのパスカックバレー線の駅が市内に3つあり、そのうち2つは方々に駅で乗り換えてニューヨーク市マンハッタン、ミッドタウンにあるペンシルベニア駅まで行くことができ、セカーカスジャンクション駅ではニュージャージートランジットの他の線を利用できる。アンダーソンストリート駅からは発見作の中心部に近く、一方エセックスストリート駅は市の南部に近い。 ニューブリッジランディング駅はリバーエッジとの市会にあり、ショップスアットリバーサイドを含め市の北端部から利用できる。ニュージャージートランジットのバス便では144系統、157系統、162系統から165系統、168系統がニューヨークシミットタウンのポートオーソリティバスターミナルに向かう。175系統、178系統、 182系統はアッパーマンハッタンのジョージ・ワシントン・バシバスターミナルに向かう。76系統でニューアークへ、83系統でジャージーシティへ行くことができる。市内では709系統、712系統、751系統から753系統、755系統、756系統、762系統、 770系統、772系統、780系統が走っている。バス路線の多くは、発見サックバスターミナルを発着点にしており、地域の交通ハブになっている。フォーダム交通の路線バス 1X 系統がこのバスターミナルを発着点に、フォートリー道路を通って、マンハッタンのインウッドに行っている。パセイクバーゲン鉄道線は計画中の、 ライトレールであり、発見サック市内に駅が2つできる予定である。発見サック消防署、発見サック市は、発見サック消防署の99人の有給、専門消防士によって守られている。1871年4月1日に、バーゲンフックラダー第一中隊として設立された。1911年、常勤の消防署が組織された。 年間約5600件の呼び出しに対応している。1988年7月1日、フォードのディーラー店で火事が起こり、弓の現状トラスの屋根が崩壊して、消防士5人が死んだ。その崩壊前に、消防士が退去するよう命令が出されたが、欠陥のある通信装置のために、それが伝わらず、最初の崩壊で生き残った消防士2人は、 その救援要請が届かなかったために救えなかった。これまで勤務中に殉職した消防士は国にいる。発見サック消防署は市内各所に配された4つの駐屯所を持っている。発見サックボランティア救急団が発見サックと周辺の町に相互援助協定に基づいて救急医療を行っている。この部隊は夜は午後6時から午前6時まで。 土曜日と日曜日は24時間対応している。日中は、発見サック大学医療センターの救急サービスが週なのか対応しており、週末はボランティアの対応と重複している。発見サック大学医療センターの救急サービスも、発見サックボランティア救急団も、北ニュージャージーモバイルインテンシブケアコミュニケーションズによって派遣されている。この組織は、 到着前の指示を与える緊急医療コールを行っている。発見サックのザ・グリーンの境界ザ・グリーニやメインストリート周辺の発見サック中心街の歴史標識を回るウォーキングツアーを行っており、実際の歴史ウォーキングツアーは北のメインストリートを横切るパスカックバレー線まで可能である。第一オランダ改革派協会は1696年に建設された。 1696年ベリー少佐が第一オランダ改革派教会に土地を寄付し、同年に建設され、今日でもバーゲン群で最古ニュージャージー州では2番目に古い教会として現存している。下記はこの教会に隣接する墓地に埋葬されている著名人である。バーゲン群最大の新聞ザレコードは北ジャージーメディアグループの出版物であり、発見作を本拠地にしていたが、 ウッドランドパークに移転した。広さ19.7エーカーの敷地はほとんど放棄され、多目的商業プロジェクトで再開発されるべく、売却された。そのプロジェクトでは500個のアパートと、一つのホテルが、含まれ、川の歩道との関連を持たせることになる。ニュージャージー海軍博物館には、第二次世界大戦時のバラを急潜水艦、アセスリングが展示されている。 他にも小さな水亭や人工物が展示されている。団体での鑑賞には終日に開放される。発見サック文化芸術センターはブロードウェイ39にあって市内でも著名な演劇場であり、ティーネック劇団や発見サック劇団など地元の芸術集団が使っている。この施設はハドソンシェイクスピア劇団が夏の公演日が雨の場合に利用する。 国外のステイブ公園では、夏の間毎月2回、シェイクスピア水曜日を開催している。ショップスワットリバーサイドは、修道4号線と八見サックアベニューの交差点に、ある大型ショッピングセンターである。市の北端、八見サック側に沿い、リバーエッジとの市境に近く、川の対岸は、ティーネックタウンシップである。このショッピングセンターは現在かなりの拡張を行っており、 ブルーミングデールズ、サックスフィフスアベニュー、ティファニー、ポッタリーバーン、バーンズノーブルなど多くの高級百貨店やレストランが期間テナントになっており、テナント用床面積は674,416平方フィートある。大理石の床で知られ、マンハッタンやバーゲン群北部から上流層の買い物客を呼んでいる。発見サックのメインストリートは商店街になっており、 ユナイテッド・ジャージー銀行本社ビルや元は、百貨店のウールワースがあった場所など、市の象徴的なランドマークのいくつかがある。ここで唯一残っている大型店は、シアーズである。1930年代に開店したその歴史ある建物は、メインストリートとアンダーソン通りの角にあり、今日でも営業している。その場所は、アンダーソンストリート駅に近い。バーゲン監獄は、 受刑者と未決収葬法のための留置所である。サウスリバー通りにある。軍は発見作ッ市の北端から監獄の通り向かいの新しい場所に軍警察を移そうとしている。元の場所はトランジットビレッジとして再開発され隣接するリバーエッジに入るニューブリッジランディング駅との関連を持たそうとしている。市のジョンソン公共図書館は メインストリート274にあり、バーゲン郡共同図書館システムのメンバーである。1901年に、州上院議員ウィリアム・ M ・ジョンソンの寄付金で、開館した。アイスハウスは1996年にオープンした、フルサイズのスケートリングが4名ある施設であり、ニュージャージーアバランシェという障害者のホッケーチームや、高校のいくつかのホッケーチームが使用し、 またフィギュアスケート金メダリストのサラ・ヒューズ、エレーナ・ベレズナヤとアントン・シハルリドゼのペアが、ホームリンクにしている。その他に、発見サック大学医療、センター、発見サック川軍立公園、ボーラーシティボーリングレンズ、防具の森自然保護地、バーゲン軍庁舎、バーゲン芸術科学博物館がある。AM ラジオのワニムは、発見サックで免許を取得し、市内に送信等を持っている。 現在はセーラムコミュニケーションズが所有し、保守的なトークを流している。1970年代の数年間は、ラジオの音楽番組でトップ40に入り、ダブルウィッシュと競っていた。発見作はニュージャージーあるいはニューヨーク市に住んでいた幾人かミュージシャンの歌詞に言及されている。プロスペクトアベニュー25のバンゲルダーのレコーディングスタジオは、ジャズミュージシャンのソニー・ロリンズや、 セロニアス・モンクが彼らの記念碑的作品を録音した場所である。モンクは発見作ッと題するルディヴァンゲルダーに捧げる曲を録音した。その他発見作ッが出てくる曲は以下のものがある。発見作ッは映画、書籍、テレビでも登場している。発見作ッ史で生まれ、居住し、あるいは密接な関わりがあった著名人は以下の通りである。ありがとうございます。